いやー小林さんすごい金髪が似合ってる。はい本当に。ててうととてやっ金髪てて、あと初めてですかはい。いや、もうみんなからね、すごい好評で、小林さん顔がね、はっきりしてるから、はい、金髪似合うだろうなって思ってたんですよ。 はいありがとうございます。いやすごい外国人みたいです。いや 4D です。うんいやいやあのそういうことじゃなくてあのまるでね外国人みたいですねっていう話で。いや本当に 4D です。いやそうそうなんですけどまあ、まあ、まあいいや。<laughs> あのなんかすごいね、はい、あの髪の毛でこうおしゃれっていうか、はい、ねあの髪染めたりもしたし今度金髪もしたし、はい、今度さあのワックスとかねジェルとかつけて、はい、ちょっと髪型を作ってみて、はい、遊んでみるのも面白いかもしれませんよはいありがねなんか朝セットしたりしてからね、はい そしたらもうなんか小林さんモテモテのまるで外国人みたいですよ。いやあの分かったんやけど <laughs> えそれわざと言ってますかそれ、はい、あのなんていうのあの 日本人なのは分かってるんですけど、はい、その顔がかっこいいからね、はい、で金髪も似合ってるから、はい、で髪型も決めたらね、はい、外国人みたいやねっていうそういう話なんですよ、はいすはい、でも一般笑もうとるよ。<laughs> <laughs>